友人シャーロック・ホームズを昨年の秋とある日に訪ねたことがあったするとホームズは初老の紳士と話し込んでいたでっぷりとし赤ら顔の紳士で頭髪が燃えるように赤かったのを覚えている。 私は仕事の邪魔をしたと思い、詫びを入れて追いとましようとした。だがホームズは不意に私を部屋に引きずり込み、私の背後にある扉を閉めたのである。いや、実にいい頃合いだ。ワトソン君、ホームズの声は、親しみに満ちていた。親、 もしかして仕事中だったかなその通り真っ最中だでは私は奥で待つとするかまあ待ちたまえこの紳士はウィルソンさん長年僕のパートナーでして僕はこれまで数々の事件を見事解決してきましたが その時にはいつも彼が助手を務めていますあなたの場合にも彼が大いに役に立つことは間違いありませんでっぷりとした紳士は軽く腰を上げただけで申し訳程度の会釈をしつつも脂肪のたるみに囲まれた小さな目で私を疑わしげに見るのであったさあ かけた前とホームズはソファを進めた自らも肘掛け椅子に戻ると両手の指先を突き合わせたさてどうしようかという時にするホームズの癖であった「さようワトソン君君は僕の好みに同じく」と教師もないこと。 退屈で決まりきった日々の生活のらちいにあるものが好きだ。君の熱心さを見ればわかる。逐一、記録をつけるほどだからね。だが言わせてもらえば、僕のささやかな冒険の大半に色をつけている。思えば、君の事件は面白いものばかりだった。と私は述べる。 いつぞやの発言覚えているねメアリ・サザランド・嬢が持ってきたごく簡単な事件に赴く前のことだ不思議な事件や偶然の一致我々がそれを求めるなら我々は現実の中を探しに行かねばならぬ現実というのはどんな想像力をも凌駕するのだから 私からも遠慮なく文句を差し挟んだはずだがね。ふ、うん。でも博士、最後には僕の意見に賛同せねばならぬ。さもなくば、どこまでも君の目の前に事実、事実、事実、と積み重ね続けるまでだ。君の論拠が事実という証拠の前に崩壊して。 僕が正しいと認めるまでねところでここにいらっしゃるジェーベス・ウィルソン氏が今朝訳ありで僕を訪ねていらしたのだがそのお話によると「この事件は近頃の中でも頭一つ抜きんでたものになりそうだ」いつも言うように不思議極まりなく 独創的な事件というものはとかく巨大な犯罪には現れてこないむしろ小さな犯罪の中に姿を現すまた時折一体犯罪が行われたのかどうかそれすら犯然としないようなところにも現れる伺った限りでは目下の事件が犯罪として扱えるとは明言できない。 しかし今回の成り行きは多くの事件と比べても異端だと言える恐縮ですがウィルソンさん「もう一度お話を聞かせてくださいませんか」と言いますのも友人であるワトソン博士が初めの辺りを聞いてませんし事件が事件ですから 事細かな部分まであなたの口からできるだけ伺っておきたいと思うからですいつもなら事件の成り行きをほんの少し聞くだけで構いません僕の記憶の中から似たような何千もの事件の例を引き出し捜査を正しい方向へ導けますしかし本件の場合僕の見たところでも 企画材料のない事件と言わざるを得ません。滑腹のよい依頼人は幾分誇らしげに胸を張った。汚れてしわくちゃになった新聞を。厚地のコートの内ポケットから取り出した。膝の上で広げ。シワを伸ばしている。首を差し伸べ。広告欄に目を落とした。私は男の挙動を観察し。 我がパートナーのやり方に倣って男の服装や態度から何者であるかを読み取ろうと努めたしかしながら観察しても何も見えてこなかったどこをどうしてもごく一般的な英国商人であるでっぷり太っていてもったいぶった鈍重な動作ややダブついた灰色のズボン くたびれた感じの黒いフロックコートを着てコートの前ボタンを外していた淡い褐色のベストからは太い真鍮製のアルバート型時計が垂れ下がっていて先には四角く穴の開いた金属の小片が装飾品としてついていた擦り切れたシルクハットとしわだらけのビロードの襟がついたくすんだ褐色のオーバーが そばににあある椅子の上に置かれてあったそうして観察しても結局わかるのは男の燃えるように赤い髪とひどく悔しげで不満そうな表情だけだったシャーロック・ホームズの鋭い目に私のしようとしたことは見抜かれていたようだ私の疑問に満ちた一別に気づくと 笑「いながらかぶりを振るのであったいや何わからないこの方が過去」「手先を使う仕事にしばらく従事していらっしゃったこと鍵タバコを愛用していらっしゃることふり」フリ「名尊の一員でいらっしゃること中国にもいらっしゃったこと近頃相当な量の書き物をなさったこと」 これだけははっきりとわかるのだがあとは全くわからないジェーベス・ウィルソン氏は椅子からすっくと立ち上がり新聞を片方の人差し指で押さえたまま目を我がパートナーの方へ向けたどうどうやってどのようにしてそのことをご存知なんですかホームズさん ウィルソン氏は驚きのあまり言葉を口に出すそのああほら私が手先を使う仕事をしていたことをズバリ間違いありませんよわしは船大工から叩き上げたんですから手ですあなたのあなたの右手左手より一回り大きいでしょう 右手を使って仕事をしていらしたんですからその結果その部分の筋肉が発達してしまったのです。ほうなるほど。なら。鍵タバコフリーメイソンであることはどうやって見抜いたのかそれは詳しく申さないことにしておきましょう。 「あなたのように賢い人には無礼に当たりますがそれにとりわけフリーメイソンの厳格な規律に背いて身分を表す円庫とコンパスのブローチをつけていらっしゃいる」あ「あ本当ですなうっかりしてました」しかし書き物に関しては右の袖口に5インチほどのテカリがあります。 左もしかりでちょうど机に当たる肘のあたりツルツルして変色した部分があればこれは書き物以外に何で説明づけましょう。ふむでは中国のことは魚の入れ墨が右手首のすぐ上に掘ってあります。これは中国へ行かなければ掘れないものです。 僕はこれでも入れずの絵柄についてささやかな研究をしたことがありましてその方面には論文を書いて寄稿したこともありますこのほのかなピンク色の魚類は中国の極めて独特な特徴ですそれに今中国の効果を時計から下げていらっしゃるこれで理由は明らかでしょうジェーベス・ウィルソン氏は大笑いし いやはやこんなの初めてだ」と言ったわしは初めあんたが何かうまい方法でも使ったのかと思っとっただが結局は何でもないことなんですが覚えておこうワトソンホームズは私の方を向いた細々と説明するのは損だとね 未知ななるる。ものは全て偉大なりと思われる僕の評判もあまり大したものでもないがあまり正直に喋っているとやがては地に落ちてしまうところでウィルソンさん広告は見つけられましたかええ見つけましたともウィルソン氏は太く赤い指を中ほどの欄に下ろしたこれです これが事の始まりだったのです。自分自身でご覧になってください。ホームズさん、私は新聞を受け取り、次のように読み上げた、赤毛連盟に告げ具、米国ペンシルバニア州レバノンのコイジー・キア・ホプキンズ氏の意志に基づき、今、 ただ名目上の尽力をするだけで週4ポンド支給される権利を持つ連盟員に欠員が生じたことを通知する赤紙にして心身ともに健全な21歳以上の男性は誰でも資格あり月曜日11時フリートトポークスコート7番地 当連盟事務所内のダンカン・ドスに直接申し込まれたし私はこのきっかい極まる広告を二度読み返した意味がさっぱりわからん口をついて出たのはこんな叫びだったホームズはクスクスと低い声で笑い椅子に座ったまま体をゆすったこれはホームズが上機嫌の時の癖である これはこれは少々常軌を逸した話だほう、とホームズはつぶやくではではウィルソンさん早速取り掛かりましょうかあなたと家族のことそして広告に従った結果生活にどんな影響があったのかを教えてください博士 君は新聞の名前や日付を書き留めてくれないか1890年4月27日『モーニング・クロニクル市』しちょうど2ヶ月前だ。うむ。結構。ではウィルソンさん。どうぞ。ええー、と。それは先ほどシャーロック・ホームズさんに申し上げた通りで。 ジェーベス・ミルソンは額の汗を拭い話を続けた「シティあたりのコバーグスクエアで小さな質屋業を営んでおります」と言っても手広くやっているわけでもなく近頃はどうもさっぱりで一人でようやく暮らしていけるというありさまですわ。昔は店員を二人雇うことができたんですが 今は1人しかございません本来なら払うのも難しいところなんですが本人が見習いでいいからと他の半分の給料で来てくれとるんですその見上げた青年の名前はシャーロック・ホームズは訪ねたなおヴィンセント・スポールディングというんですが青年というほどじゃありません あれは念ののがつかんのです。だが店員としてはとても利口なやつでさホームズさん他で働きゃ今の場合は稼げる腕があるとわしゃ踏んどるんですまああれが満足してるんだから入れ知恵する必要もありますまい確かにその通りです あなたも運のいい方です相場以下で従業員を雇えるとは今のご時世なかなかそううまくはいかないものです変わり者という点ではその従業員と広告こう続けがたいと言えますいや実はあれには欠点もありまして ウィルソン氏は苦い顔をしたあれほど写真の世界に浸かりきった男はそこいらにおりますかなあれは見習い修行もせなならんのにカメラを持ち出してパチパチパチとやってはウサギが穴に入るように地下室へ潜り込んで写真を現像しよるんですそれがあれのあらなのですが 大まかに見りゃいい仕事をしとります悪いやつでもあれしません察するに彼はまだ店にいるとええそうですともあれと十四になる娘っ子がおりますこれが簡単なまかないと掃除をしてくれとるんですわわしの家はこれだけですわしは男やもめでして 家族もありません。わしらは三人でひっそりと暮らしているんですよ。大したことはできませんがね。借りた金を返すくらいのことはしております。そこへこの広告ですよ。この広告が面倒の始まりだったんでさ。スポールディング。あれがちょうど八週間前。まさにこの新聞を手に持って、 二階から降りてきて言うんですよ。ウィルソンの旦那。あっしも髪が赤かったらな。って。そこでわしは聞き返しましたよ。そいつはどうして。って。するとあれは言うんです。なぜって。ここに赤毛連盟の欠員があるんですよ。 ここに入ればどんなやつでもちょっとした金持ちになれるんですよ。なんでも。連盟の欠員を埋める人間が足りないらしくて。遺産関罪人が宙に浮いた金をどうしていいか途方にくれているらしいそうですぜ。あっしの髪の色が変えられたら。連盟に入って金をくすねてやったのに。だからわしは。なん、 そいつ一体何の話だと聞いてやりましたよほらホームズさんわしは職業柄レブショーなんですよこっちから行くんじゃなくて向こうから来てくれますからねだから何周もドアマットをまたがないことも珍しくないんでそんなわけで世間のことには点で疎いもんで ちょっとしたニュースでも聞くと気になってしまってするとあれはね「赤毛連盟のことをご存じないんですか?」と「目を丸くし上がるんですよ」「ないな」とわしが答えると「ふうんそいつは不思議だ」「旦那は空席にぴったりの資格を持っている」って言うのに。 それはどんないいことなんだいとわしは詳細を聞こうとしたんですわ。まあたった一年に二百ポンドってところですが仕事はわずかなもんですから他の仕事の妨げにはなりませんぜってなわけでしてねわしが耳寄りな話だと思ったのも無理ないことでしょう。 ここ数年は商売がうまくいってなかったもので一年に二百ものあぶく銭がありゃとてもありがたいですから詳しく聞かせてくれないかとわしはとうとう本腰になってきましたええとあれはそう言ってあの広告をわしに見せるんです旦那 ほらここに空席があるでしょう問い合わせ先だって載ってますぜ何でもその連名ってのは百万長者の米国人イズイキア・ホクキンズっていう変人が設立したらしくてそいつ自身が赤毛だったもんだから同じ赤毛の人間に大きく共感するらしいんですてなもんで 死んだ時に莫大な遺産を関罪人に預けてその利子を使って自分と同じ色の髪を持つ男が楽に暮らせるように金を分配してくれと死に残したらしいんです話によると給料の気前はいい癖してすることはほとんどないときたもんだわしはそこで少し不安になりました だが志願してくる赤毛の男など世間には5万とおるだろうだがあれはこういうんで旦那が思うほど多くおりませんぜロンドン市民限定で立派な大人じゃなくちゃなりません何でもその米国人は若い時ロンドンから身を立てたみたいでこの懐かしい街になんか恩返しがしたいんだとさ それに赤毛といっても薄いのや黒っぽいのはダメで本当にキラキラ燃えるような赤毛じゃなくちゃなりませんほらほらウィルソンの旦那申し込みたいんだったらちょこっとそこに顔を出しゃいいんですが旦那方かが2300ポンドの金で出向かれることもないですよねそこまで言われてですね 事わしゃこの通り髪は全く素晴らしいほどの赤い色合いをしておりますのでこのことで競うなら今まであったどんなやつにだって負ける気すらせんのですわリンセント・スポールディングは連盟のことに詳しくて役に立つかもしれんのでその日は店を閉めてついてくるように言いつけましたよ。 あれも今日一日が休みになるのを喜びましてねわしらは仕事を切り上げて広告に示してある住所へと向かったんですわあんな光景は願っても二度と見られませんよホームスさん北から南から東から西から髪の毛の赤いという男が誰も彼も 広告を見てシティへテクテクと行進していくんでさフリート街は窒息しそうなほど赤毛の人並みで溢れていてトークス・コートはオレンジ売りの手押し者のようでしたただ一つの広告が国中からこんなにも大勢かき集めるとは想像もつかんことですよ笑い色レモン色オレンジ色 年賀色アイリッシュセッターみたいな色レバー色粘土色ありとあらゆる色合いの赤毛がおりましただがスポールディングの言った通り本当に鮮やかなホムラ色はおらんのですこんなに多くの人が順番を待って並んでいるのを見ると もう選ばれるわけがないと諦めていたのですがスポールディングが聞き入れないので同じように並んでいましたその時どうしたかおぼつかんのですがあれはわしを押したり引っ張ったりして人混みを抜けるまでいろんなものに当たりながら事務所に続く階段の前まで連れてったんですわそこには 希望を持って階段を上る人の列と意気消沈して降りてくる人の列その二つの人の流れがあってねわしらは何とかして列に無理やり割り込む。ついに事務所の中に入ったんですそれは何とも面白い経験をなされましたホームズは言ったちょうど依頼人が話を中断し タバコを多めに掴んで記憶を新たにしようとしているところだった惹かれる話ですどうぞそのまま続けてくださいその事務所は二脚の木の椅子と松材の机のほかには何もなくその後ろにわしよりも赤い髪の子男が腰を下ろしていましたそいつは人が入ってくると 志願者それぞれぞに二言三軒かつぶやいてなんとか荒を見つけては不敵の楽院を押し付け取るのですこれでは資格を得るのはやはり簡単とは言えそうにありませんでしたところがわしらの番が回ってきた時と徳は他のやつよりひどく好意的な目をわしに向けたんですわ。 わしらが入ると秘密の話をしようと扉を閉めたのですジェイ・ベス・ウィルソンと申されます」と孫ついていたわしをスポールディングは横から口添えをしてくれました連盟の欠員を補いたいと希望されています相手はあれの言葉を聞くとこう答えたんですまさに適任だ こののなら全てて条件を満たしている。こんなにも燃え盛るような赤は見たことがない」ってそれからその男は一歩後ずさり首をかしげてこっちが恥ずかしくなるほど髪をじっくり見るのですすると突然つかつかと歩いてきて 両手を固く握りしめてですね「合格おめでとう」と熱烈に言うんですよそれからその相手はですね「ここで躊躇しては申し訳が立ちません」と何やら言い出しましてね「見えすいたことでも確かめるまで念には念を入れて失礼します」と 男はわしの髪を両手で掴んで、竜、と引っ張り折ったんですが、わしは思わず、あ、と叫んでしまいましたよ。すると男はですね、うん、涙が出ましたね、とか言って手を離したんですよ。これで問題ないわけですが、だが、 我々は気をつけなけななればならんのです今までカツラで2度染色で1度騙されたことがあるんです靴の縫製用の牢そういったものを使った話もあるくらいで人間の浅ましさには呆きれるばかりです」と弁解めいた言葉を言いながら男は窓のところへテクテクと行って 大きな声で「合格者は決まったぞ」のようなことを怒鳴ったんですわそうしたらがっかりした人たちのため息とかざわめきとかが下から聞こえてきて人波はぞろぞろと散らばっていってですね「赤毛の人間といやわしとその審査員みたいなやつだけになっちまったんですよ」。 そこで男は改めて「私の名はダンカン・ロスと申します」と名乗ったわけでしてそれからこう言ったんです我々の気高い事前者は私たちに基金を残してくれましたが私もその恩給を受けている者の,の一人ですウィルソンさんあなた 配偶者は終わりですか家族は終わりですかそんな風に聞かれたもんですからわしはどちらもいないと答えたんですよすると男の顔がみるみる変わっていくんですわああ困ったって深刻そうな顔をしてですね実に深刻な問題だ とても残念です。いやね。この飢饉というのは赤毛の一族を反映させ種の保存をしていくことが目的なのです。残念なことに。あなたが独身だとはね。こんな言葉を聞いてですね。わしもがっかりしちまいましたよ。ホームズさん、やっぱり。 そうやすやすと連盟員になんてなれるわけないってねでもでもですよ男はしばらく考えてから「まあいいでしょう」って言ったんですよ男はそれからこう言うんです他の人ならこの点は致命的になりかねないのですがこのような素晴らしい髪を持った方のこと ここは妥協して規則を曲げなければなりませんね。では、いつ頃からこちらの仕事に就けるのでしょうか。そこで、わしはこう言ったんです。はあ、ちょっと都合が悪いのです。天の方もありますもので。するとですね、リンセント・スポールディングが出てきてこう言ったんですわ。 ええ、ウィルソンの旦那。そんなこと気にすることはありませんよ。天の面倒はあっしにだってできますから。ですから、わしは次にこう聞きました。勤務時間というのは、どのくらいのもんなんですかね。十時から二時までです。ところで、ホームズさん。 七夜業ってのは大抵夕方が中心でさ忙しいって言っても給料火の熊の木曜と金曜の夕方くらいなもんですですから朝にちょっと稼ぎがあるだなんて願ってもないことだしその上うちの店員はよくやってくれますからね店を任しておいても大丈夫ってわけです それは好都合です」って言いまして次にこう聞いたんですで給料の方は週休で4ポンドですそれなら仕事の方はほんの名ばかりのことですよ嫌だからその名ばかりの仕事というのは ああそうでしたね時間内は事務所いやせめてこの建物の中にいてもらわなければなりませんもし持ち場を離れましたらあなたは永久にその資格を剥奪されることになりますぞ遺言状にもその点ははっきりと明文化されています勤務時間中に一歩でも外においでになられたのならそこで即 四角剥奪ということになります。一日四時間なんでしょう。外に出ようなんて滅相もない。と言ったらですね。ダンカン・ロスさんはビシッと言ってのけるんです。いかなる理由も許しませんぞ。病気でも、用事があったも、また他のどんな理由であってもいけません。ここに必ずいてください。 さもないとクビですぞそれで仕事と言いますのは大英百科事辞典エンサイクロペディア・ブリタニカを書き写すのです第1巻はそこの本棚にありますインクとガガペンそれに吸い取り紙は自前でお願いしたいのですが机と椅子は用意してあります明日から。 よろしいでしょうかと言いますから、わしは、承知しました。と答えたんです。そうすると、では、今日のところはさようなら。ジェーベス・ミルソンさん、あなたが幸運にもこの徳型基地に疲かれましたことを、謹んでもう一度お祝い申し上げます。と。 男はわしを部屋の外へ送り出しましてね。わしもあれを連れて店へ引き返したんですよ。ですがね。帰ってからも何を言って何をしてよいのやらさっぱりわからなくなりましてそれほどわしは自分の幸運に酔いしれてたんでさ。で一日中そのことばかりを考えていたんですがね。 日が暮れるとその酔いも冷めてしまったんですわというのもわしはこれはみんな詐欺か悪ふざけに違いない目的はよくわからんがきっとそうに違いないと考えるようになったんです大体いいどこのドイツがそんな遺言を書いて大英百科事典を書き写す。 そんなつまらない仕事にこんな金を払うんでしょうか信じられないんですよリンセント・スポールディングはねわしを乗り気にしようとはやし立てるんですがもう寝る自分になると考えるのをやめにしましたでも朝になるとまあとにかく一度行ってみるくらいはしてみようとそう決心しましてね インクの小瓶とペンフールスキャップ版の紙を7枚買ってポープスコートへ出向いたんですええ驚きましたし喜びもしました全く話の通りだったんですからね机が私専用に置いてあってダンカン・ロッサンがわしがちゃんと仕事に取りかかるか 見届けに来ていたんですロスさんはわしに A のところから書かせ始めると部屋を出て行ったんですが時々ちゃんとやってるかを見に来ていました2時になるともう帰っていいってことになってですねわしの仕事ぶりをえらく褒めてくれましてねそうしてわしが部屋から出ると 事務所のドアに鍵をかけてししままいました。来る日も来る日も仕事をしたんですでホームズさん土曜日になるとロスさんがやってきて1週間分の給料としてソブリン金貨を4枚くれたんです次の週もその次の週も同じでした毎日10時にそこへ行って。 午後2時にそこを出ます次第にダンカン・ドスさんは朝に一度しか来ないようになってそのうちさっぱり顔を見せないようになってしまいましたでも「もちろんわしはその部屋を一歩も出ませんでしたよいつ来るかもしれませんからそれにこんなによくてですねわしにぴったりな仕事をそうやすやすと手放す気にはなれないってもんです」。 そんなこんなで8週間が過ぎましたですがね急に仕事が不意になってしまったんです不意にそうですともそれもつい今朝のことですよいつものようにね10時に仕事へ向かったんですでも扉が閉まって開かんのですわすると 扉のパネルの真ん中あたりに小さな四角いボール紙が秒で留めてあったんですそれがこれですよご自分でご覧になってくださいウィルソン氏は一変の白いボール紙を差し出したメモ帳くらいの大きさだったそこにはこう書かれていた「赤毛連盟は解散する」1890年10月9日。 シャーロック・ホームズと私はそのそっけない声名文とその向こうにいる残念そうな顔の男を比べ見た我々の思考回路は緊急停止した事件があまりにも滑稽であったからだ我々二人はこらえきれず大きく笑い崩れてしまった「どこが何が面白いんですか」と依頼者は叫んだ 赤い髪の生え際まで好調していたわしを笑うしか脳がないならどこかよそへ行きますぞいやいやホームズは半ば腰を浮かした依頼者を制し椅子に押し戻したこんな事件をミスミス世間のやつらに放っておけますかすがすがしいくらいに得意な事件です ししかし失礼しますが幾分愉快な点があるのも確かです眼枠は扉にあったカードを発見してあなたはどう行動されたのかお聞かせ願えないでしょうかそれゃホームズさん両点しましたよ何をしていいやら分かりませんでした とりあえず同じ建物の事務所という事務所を訪ね回ったんですがねどうも誰も知らんようなのです最後に1階に住んでいる管理人のところへ行きましたその人は会計士なんですけどね「赤毛連盟はどうなったんだ」って聞いてもそんな団体聞いたこともないって言うんですよじゃあ ダンカンカロスって男は知ってるかと聞いたらそんな名前初耳だって答えたんですわですからねそんなことないだろうほら死亡室の紳士だよって言ったんですええ赤毛の方ですかそうそう すると管理人はうんとうなるんですよその紳士の名前はウィリアム・モリスと言いまして事務弁護士なんですよあの部屋は新しい部屋を借りるまでの仮事務所なんですつい先日引っ越しましたねどこに行けば彼に会えるんですかねなら 新しい事務所に行くといい住所は聞いていますからええー、とキング・エドワード街ですからセント・ポール大聖堂の近くですねわしは向かいましたよホームズさんでもその住所には膝当ての製造工場があるだけでウィリアム・モリスもダンカン・ロスも 誰一人としして知っちゃいませんでしたそれからどうなさいましたかとホームズは先を促したサックス・コバーグ・スクエアの家へ帰りましたうちのあれに相談してみたんですけどね手の打ちようがないってただ待っていれば手紙でも届きますよ「旦那」ってそれだけ言うんです でもねわしは心の収まりがつかんのですよホームズさんこんな仕事が不意になろうっていうときに手をこまねえてなんかおられんのですだからだからですよあんたが困った人の相談にちゃんと乗ってくれるちゃんと手助けしてくれる っていう人だと聞いていたからですねわしは一目散にやってきたわけなんですよ大変賢明ですホームズはウィルソン氏にそう答えたあなたの事件は常識の域を超えた事件喜んで調査しましょう話から察するに見かけによらず大変由々しき問題となりそうです ジェーベス・ウィルソン氏は熱くなり、ゆゆしき、ああもちろん、わしの、わしの大事な四ポンドが、ホームズはウィルソン氏の態度に対して、こう意見した。あなた個人として、その異常な連盟に不満を抱く。それは筋違いというものです。僕なら逆に。 ざっと『30ポンドは得をした』『A の公』全ての記事を詳細な知識として手に入れただけでも十分なのに』とそう理解しますね連名からは失ったものより得たものの方が多いはずですそうかもしれませんがホームズさんわしはやつらを見つけ出したいんですよ。 何者でどうしてわしにあんないたずらをもしもしいたずらとしたらですよその目的が知りたいんですまあいたずらにしちゃ金を使いすぎですがねわしに32ポンドも使ってるんですからそういう点は骨折って明らかにして差し上げます。 しかしその前にウィルソンさん23お尋ねしたいことがあります最初に広告を見せに来たその店員いつ頃から働いていますかその1ヶ月くらい前ですがしてどのように求人広告を出したらやってきたんです来たのは彼一人 いや、十二人くらいおりました。ではなぜ彼を、使えそうで、それに給料は安くても構わないって言ったもんですから、つまり、半額と、A、ヴィンセント・スポールディングの風采は、小柄ですが、身体は頑丈で、機敏で、 30は越しているのにヒゲもありません逆に、で火けどした白いあざみたいなのがありますホームズは椅子から身を乗り出したどうやら心が高揚しているようだそんなことだろうと思ったホームズはそのままウィルソン氏に尋ねたその男の領事イヤリングの穴があることに気がつきませんでしたか ええ、「ありました」とも「あれは言うには」「若い頃ロマに開けてもらった」とか「母ん」とホームズは言い,い再び物思いに沈むのであった「そいつはまだ店にいますね」「ええ、いるでしょうね」「さっき店に残してきましたから」 「あなたのブス仲も仕事に精を出しているのですか?」はい文句のづけようもないほどにそれに朝はすることなんてありゃしませんしよくわかりましたウィルソンさん一両日中には意見をお知らせしましょう今日は土曜日 ですから月曜までには解決できることと思います。こうして、我々は訪問客を部屋から送り出した。さて、ワトソン、ホームズは私に話しかけてきた。今の、君はどう思うね。さっぱりだ。私は率直に答えた。大変、謎めいた仕事だな。 外してとホームズは切り出す奇想な事件ほど解ける謎は多いありふれて特徴のない犯罪が真に我々を悩ませるそれはまさしくありふれた顔が見分けにくいのと同じだしかしこの事件に関しては迅速に動かねばなるまいこれから どうすると私が尋ねるとホームズはこう答えたタバコを吸おうちょうどパイプ3服分の問題だこれから50分間は話しかけないでくれたまえホームズは椅子に座ったまま体を丸めた足を抱え込み痩せた膝をわ鼻の近くに持ってくる目をつむって座る 黒いクレーパイプを会長のくちばしのように口から突き出したままホームズは眠りこけたのだと思った自ら猛うとしだした時であったホームズは突然椅子から飛び起きたどうやら結論が出たようでパイプを炉棚の上に置いた今日の午後後期銭湯 ジェームズ・ホールでサラサーテの演奏がある。とホームズは言い出した。どうだろう。ワトソン、診察の方は2、3時間休めるか。今日は1日空いている。まったく暇な家業だよ。帽子をかぶって、北前、中心区シティを通っていくつもりだから。途中で食事でも取ろう。 見たところ、このプログラムにはドイツの曲が多いイタリアやフランスのものよりドイツの方が僕の趣味に合うドイツの曲は心の内に向かう僕も今うちに向かいたいんださあ行こうか。